こんにちは、速稼塾の久保です。倉敷にあった千堀公園というのを皆さんご存知ですかね。当時はね、ディズニーランド以上というふうに言われたんですけども、その人気とは裏腹に年を追うごとに入園者がどんどん減っていって、2008年の、12月31日に閉園ということになってしまいました。いわゆるね、バブルの申し子として生まれたこの千堀公園、ちょっと乗り遅れちゃったんですよね。であとね、やっぱりいろいろと、この公園を利用して儲ける人がいたということで、当時、考えられていた千鳥の公園構想とはだいぶね、違った方向に行っちゃったのかなと思います。そしてね、責任を取って辞任をする責任者がいる中で、切に公園の存続を願う人がね、最後まで精力的な営業を続けてくださったんですけども、大きな負債は返済できるあてもなく、融資も受けれずにそのまま終了してしまったということでございます。で、今回のニュースなんですけども、毎日新聞に出ていたんですよね。12月4日の記事ですけども、倉敷千堀公園公文書歴史資料扱いになるということで、情報公開対象の外れるということですよね。だから情報公開されなくなっちゃったということでございます。情報公開されるのは2039年の4月からということで、ちょっと気の遠くなるようなね、先になっちゃうんですけども、これはなんでこうなるかっていうと、やっぱりね、関わった方がね、まだご存命中には出せないということなんじゃないかなと思いますね。本当にね、千堀公園を取り巻く環境っていうのは、ちょっと気持ちの悪いものがね、いろいろとついてまして、早く内部を知りたかったなと思ったんですけども、こういうことに決まりましたんで、もう人々の記憶からも忘れ去られているんでしょうね、千堀公園ね。私は毎日思い出してるんですけどもね。ということでございます。本日は以上です。